どうも皆さんこんにちは、こんばんは、リュウです。今回もデッキ紹介やっていきたいと思います。さあ今回はですね、皆さんにロマンをねお見舞いしていこうかなと思っておりまして、今日はね使いたいカードが1枚だけあるわけですよ。トレーダーに最近ね追加されました。皆さんこちらのカードご存知でしょうか。アルティメットバースト、名前がかっけえ、名前がかっけえ、もうなんかイラストもかっけえし名前もかっけえわ。やっぱね遊戯王っていうのはですねブルーアイズなんですよ。自分の、効果説明します。自分のフィールドの融合召喚したブルーアイズアルティメットドラゴンが3回攻撃ができます。バトルフェーズ中にさらに、そのモンスターが攻撃する場合、ダメージステップ終了時まで魔法トラップモンスターの効果が使えません。一切クリボール投げれません。分断の壁効きません。刃物バリア効きません。こういうことなんですよ。強いでしょ決まればね。そしてこのカード注意点、自分のフィールドの融合召喚したブルーアイズアルティメットドラゴンがいないといけないんですよ。融合召喚しないといけないんです。だからデビルフランケンとかじゃダメだし、ちゃんと融合しろって言ってるんですこのカードはね。だから今回はね、まあ、ちなみにブルーアイズアルティメットドラゴンっていうのはこれね、これだから、あのスキルで一応出せるけど、ネオブルーアイズアルティメットドラゴンってあの3連打マン、3連打マンも一応出せるんだけど、こいつじゃないです今日は。まあ一応こいつもね3回攻撃できるよっていう効果持ってるけど、これ S ですから。これは SA アルティメットドラゴンだから。アルティメットドラゴンっていうのはこいつやから。でこいつを融合召喚しないといけないんですよ基本的に。でブルーアイズ3体だから融合召喚条件がね。なんで今日はちゃんと手札にあのブルーアイズあれ、ブルーアイズホワイトドラゴンを3枚集めて融合します。あのね巷ではね召喚魔術とかいうねなんか融合の概念をねぶち壊してるね融合カードが流行ってるらしいですけど、あんなものはね融合じゃないですよ。あんなものは融合じゃない。融合っていうのは手札のアドバンテージを思いっきり捨てて超強いモンスターを1体立ててドヤーってやるのが融合やから。これが融合だから、これが遊戯王やから。いつからな遊戯王はな召喚魔術、召喚魔術の悪口みたいになってるけど、いつからあんな融合になっちまったんだ遊戯王は。俺は悲しい。今日はねちゃんと融合しますから。調和の方策でこの、ホワイトオブレジェンドを、捨てて2ドローしつつブルーアイズサーチっていうあの鬼ムーブね。あとはドラゴン目覚めの戦慄をでホワイトオブレジェンドを捨ててブルーアイズ3枚持ってくるっていう鬼ムーブ、これをして沼地のマシンをからの融合してでアルティメント出すと、こういうギミックですよ。これがいい頃だから。でホワイトオブレジェンド、あエンシェントとかも一応入ってて、これはまあ一応気持ち程度のね霊竜でバックを1枚除去して安全に融合を通したいみたいなところもあります。でね、まあ、もちろんねハリケーン積んでバック除去しろみたいなところはあるんだけど、そのカナディアとかイネコに弱いからなんだけど、それさ役割被ってんじゃんアルティメットバーストと。だからねそれはね俺ちょっと違うと思ったんだよねそれ違うなと思ったんで、今日はアルティメットバーストに全力で頼ります。もうこいつに魂かける、人かけアルティメットバーストやっていきましょう。デュエルスタンバイ。さあ史上最強にして華麗なる殺戮兵器の姿、貴様に思い知らせてやろう。デュエルなるほど、根性ね。オッケーオッケーオッケー根性貫通してやるからな、城之内ボンコツが。今からてめえの根性を貫通してやる。ちょっとマジで、なんかあメタファイズね、オッケー。迷惑ファイズオッケー。ちょっとお願い、なんか石をください。僕に石をください。ナイスーナイスー。まず融合をサーチから先だな。まあ大事なさいいですよ。はいはいはい、オッケーです。迷惑ムーブをしていく。あのセットカード、ディメンションね、オッケー。ディメンションはオッケー。オッケーでですね、長えな俺のターンなんで思い知らしてやるから、マジで今からお前に思い知らしてやるからな。今ちのマシン用の効果発動、融合を手札に加え、そして俺は手札よりマジックカード調和の放殺発動。調和の放殺の効果によって石捨てと2ドロー。オッケー、きたー、思い知らしてやるぜ。俺は
ちょっと待ってくださいね。スナイプストーカーか。スナイプストーカー、別にいいか。融合発動。俺は手札に存在するブルーアイツ、ホワイトドラゴン2体および沼チベットドラゴンの魂を埋葬し、これが史上最強にして華麗なるサッツリカモンスターの姿だ。現れよブルーアイツ、アルティメットドラゴン。これが最強のドラゴンモンスター3体の魂を合体させた姿だ。そして俺は手札よりマジックカードアルティメットバースト発動。このターンブルーアイズアルティメットドラゴンは3回攻撃、さらにバトルフェイズダメージステップ終了時まで、てめえはモンスターの効果、魔法トラップカードの効果を発動できない。くたばれジョロジー、アルティメットバースト、根性見せてみろよジョロジー。ポンコツが対戦ありがとうございました。さあ不快馬対決ですね、よろしくお願いします。デュエルスタンバイ。高校ゲーなんですよこのデッキは。サイバー流じゃんけんでね、高校を取るっていうところからあのデュエルは始まってますんでね、先行取ったらマジで本当に太鼓来てないと、太鼓セット以外やることないから、基本的にはこの先行このデッキはね、まあアルティメットドラゴン立ててもワンチャンいいのかもしんないけど、あれ殺しますよ、そのことしてると。殺しますよ。殺せねえや。殺せないわ、さ。ドラゴン目覚めの戦術の効果発動。俺は調和の放射層、墓地の振り、ブルーアイス、ホワイトドラゴンを手札に加えるぜ。ターン終了。殺せないの草。殺せないの草。白木霊竜は特殊召喚していく。はい。OK? で、ターンを終了していく。いや、融合コライト何もできねえ。融合コライト何もできねえ。このデッキ。あのデッキ、このデッキ何、そして。いや、殺されそう。やばい。やばい。ちょっと殺されそう。殺せなかったことによって殺されそう。厳しいな。非常に厳しい。セット。何これ。エンド。あ、なるほど。ブルーアイズかな。相手もブルーアイズ規定なのか。あ、やったナイス。沼地のマシンの効果。捨てて、融合を持ってきて。そして俺は手札よりマジックカード融合発動、手札に存在するブルーアイクス、これが融合だ、これが融合だぞ。召喚術界見てるか聞いてるか、召喚魔術なんじゃそれは。融合はこういうもんだ。手札のブルーアイス、ホワイトドラゴン3体の魂を埋葬し、3体もの、つまり4枚もの手札を切って融合する。これが遊戯王の融合だ。ブルーアイズアルティメットドラゴン、そして手札よりマジックカードアルティメットバースト発動。俺はフィールド上のアルティメットドラゴンを選択し、このターン魔法トラップモンスターの効果をお前は発動できない。クリボール投げてみろ、アルティメットバースト1連打、ほら2連打、クリボール投げてみろよカイバー。対戦ありがとうございました。さあお相手の方、スキルなしと、なるほどな、あウォールなんていうのかな、調和の法則発動、調和の法則の効果によって俺はホワイトオブレジェンドを墓地に送ってブルーアイズサーチ。このムーブ強いわ、このムーブマジで強い。で一回融合だけサーチしといて、まだ行かなくてもいいかな、まあ、太鼓セットでお茶濁し、ターン終了。いやの結構融合できますね。やっぱいや召喚魔術とかいうカオスフィールド、いいよ。召喚魔術とかいうなんかなんか墓地除外だかなんか知んないけどして、あそういいよ、そういうのはいい、そういう精神はいい。なんだ融合、カオスソルジャーか、戦士とかキャバルディーがあるかな、ジュインとカオスソルジャー、あーこれキャバルディーかな、あー痛いねこれ、まあまあ痛い、まあまあ痛いな、まあまあ痛いけど、あー痛い、貫通すんでるあの人、あーちょ痛い、スパイラルシェイバーでも、あれなんもしない、ラッキー、あれラッキー、勝ちでは勝ちでは勝った。第3部完、俺は手札よりマジックカード融合発動。なんかあるな、俺はブルーアイツホワイトドラゴンとブルーアイツ沼チベットドラゴンの魂を埋葬し、現れよ
ブルーアイズアルティメットドラゴン、これが史上最強にして華麗なる殺戮兵器の姿だ。このムービーかっこいいよね。このムービーかっこいい、本当にかっこいい。まあちょっとあの土初期のムービーなんでね、若干なんか質が落ちてるっていう話はあるけどね。アルティメットバースト発動。俺はこのターンアルティメットドラゴンが3回攻撃でき、さらに相手はこのカードが攻撃するダメージステップ終了時まで魔法トラップモンスターの効果を発動することはできない。あ、そうか。あと止められんの？マジ？あ、うそ。まあいいや、今日普通にバトルするわ。クソ。そうか、あれ対象に取る魔法トラップなんか止められんのか。めんどくせえな。あれでったバスト。ただてめえの3400というクソみたいな打点ではな、俺には勝てないんだよ。カイバー。残念だったらネクロフュージョン。お、ネクロフュージョン。やるな。何人出てくるんだ？カオスソルジャーと、ああキャバルリーか。オッケーオッケーオッケー。まあ、でも打点これだね、これ無限に。あっ、ああれ嘘嘘ちょっと待って、嘘嘘。あっ、えこれ勝ち目ある？ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待ってくださいね。あー、じゃあ痛い、ブルーアイズサーチしていく。あ、わかった、スナイプストーカーや。スナイプストーカー、スナスト、スナスト、スナスト。無理ですよね。まあ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 、ないですよね、ないですよね。ないですよね。あれ、これ、これ負けでは？ちょっと負け、ちょっと一回待とう、一回待とう、一回待とう。あ、オッケー、もうそれはオッケー、問題ない。一回待とう、ちょ、俺がスナイプストーカー引くまで待って。オッケー、何もすんな、何もすんな。あ、で、俺がここでスナイプストーカーを引いて、で、太古の白石の効果も使って、で、霊竜出して、で、カオスフィールドを除外していく。で、俺はこのデッキトップでスナイプストーカーを引いて、ディスティニードロー。おう、おう。おう。上には上がいたわ。みんなごめん。上にはね、上がいるんだよ。世の中にはね、まあ、勝ったと思っても結局上には上がいるということだって覚えていましょう。結局やっぱどんなに強いモンスターを立てても結局自分に満足してしまってはいけない、自分に満足をしてしまってはいけないんですよ。結局ね、現状に満足してはいけない、現状維持は一番ダセーから。ああ、やっぱ日々ね、成長していく、人間日々成長する、これが大事。対戦ありがとうございました。